マキシブーストオン、今更機体解説、エクストリームガンダムゼノンフェイス、素体活躍、進化ファイヤーバッター、極限進化デカすぎ生えたたき、格闘特化のエクストリームガンダム、ファイヤーバンカー、N と横で打ち分けできる、N は前方に向けてエンジョースターの照射、射程が長くて重厚補正もいい感じ、特殊移動から軸を合わせて打つのが雑に強い、横は両手で投げ払う、横移動読みや置き攻めなどで使っていこう、N より発生が遅いのと射程が短いから注意、射撃 CS の多機能スライサー、10銀もびっくりな長さ、タメが3段階あって火力とリーチが強化、2段階目から衝撃波が出る、重厚補正は弱くて横移動に当たらないんだけど、上昇する相手に軸を合わせてぶった切ると脳から変な汁が出る、コンボの締めにも優秀、射撃 CS だからサブとか使えなくなるのがちょっと悲しい、極限全力ダッシュ、弾数性の特殊移動、移動速度が速くて奇襲にも使える、追い詰めるときに強い、燃えるような熱い魂を込めて相手をぶっ壊していこう、おすすめ覚醒は F、 ノージルポイントはハリケーンラウンドキック、この格闘好き、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。それでは。